とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー第2章、攻略やっていきます。今日は、11階から15階ですね。ここは結構難しくなってくるので、注意が必要な階層となっております。では、11階、行ってみましょう。クリーパーが多めに出てきます。まあ、うまいこと、愛のメダルと、ゴーレムを使って起爆してやるといいです。で、まずここにね、敵が出てくるので、これはね、先に処理してやった方がいいです。これをね、残しておくと、ちょっとね、めんどくさいのよ。後ろから、クモロスが、急に来て、こいつらの、レイスのね、攻撃をもらっちゃうことがあるので、この雲は、まず最初に、処理しておきましょう。はい、行くぞ。行け。ちゃんと攻撃して。オッケー。はい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 。で、ここは、愛のメダルで、一気に倒しちゃいましょう。で、もうほとんどないかな。いいし、ナイス。もう矢がね、ほんと最後の方ですごく役に立つので、矢は使わないように、もう極力、ゴーレムと愛のメダルだけで処理するような形でいきましょう。11回クリアですね。で、ここも報酬何もいりません。なしで大丈夫です。で、ここ。ちょっと難しいんだよな。うん。ここは結構難しいです。ラビジャーが出てくるので、ちょっと注意が必要。まあ、ただそんなね、ビクビクすることもなくって、普通に落ち着いていけば大丈夫です。あー、で、ちゃんとね、ゴーレムを一度更新して、HP を元に戻すように立ち回ってください。で、ここ、そろそろ上から、ラビジャーちゃんが現れます。愛のメダルと、ゴーレムちゃんを使って、うまいこと倒していってください。ここはね、ちょっとね、矢を使っちゃうのよ。若干矢を使うんだけども、まあまあ、致し方ない。うん。ここばかりはちょっと難しいので、仕方ないんですよ。オッケー。はい。風使いは倒してる？あ、倒して終わったね。で、残りはもう、愛のメダルとかで、極力、矢を保存しながら、戦っていきましょう。武器がね、弱いんで、ちょっと時間かかるんだけども。まあ、基本的には、愛のメダルとゴーレムだけ。それで、極力やっていってください。12回クリアです。で、ここでね、ミステリーアーマー出ます。で、次の回、この回をクリアした後も、同じミステリーアーマーが出るんだよね。で、パワーは2しか違いません。これのついてるスキルが、いい方を選んだ方がいいです。うん。なんか同じようなスキルが大体つくんだけども、俺としては、ここでは何も取らずに、次の回で取るっていうのを、おすすめします。うん。まだね、ここぐらいだったらば、HP2000 ぐらいでいけるので、大丈夫です。ここもね、ラビジャーが出てくるんだよね。超めんどくさい、あいつ。OK。ラビジャーが、そろそろ来るかな？オッケー。いけ。風使い太い。あー！ゴーレム！そう、こう風が出るんでね、ゴーレムが、結構やられちゃうことがあったんだよね。やられました。やられた時は、もう前に出ずに、後ろの方に下がって、回復するまで待ちましょう。これ時間制限ないので、
あまり前に出すぎてやられたらさらにね、時間がかかってしまうので、そんな焦らずに行きましょう。そろそろね、ラビジャーが出てくるんだよね。確か。行け。OK。行った。よし。ナイス。OK。矢が出てくれた。で、あー、待って、ここで風が出るから。ここは、あー あそこはね、あのゴーレム先にね行かせたいところなんだよ。ここの風でね絶対落ちるのよあいつ。うん、なんで今のように行かせないで自分が先に行って、で後からゴーレムを召喚して呼ぶような形がいいです。あそこね必ず落ちるのよゴーレムあそこ落ちちゃうんだよね、残念なことに。でもまあラビジャーがここは一番ネックになるところなので、ゴーレムを召喚して、エンチャンターの書、そして周りの敵を愛のメダルにかけて一気に倒すようにしてください。で、やられた時とかはもう前に出すぎずに後ろに戻って、アーティファクトが回復するのを待ちましょう。13回クリアですね。で、ここで、ようやく、ミステリーアーマーにしましょう。いまいちの、いまいちのスキルだな。はい。で、ポーションバリアと、配電ですね。ここがおすすめです。で、ここね、あのね、ゾンビ特攻入れてても、いいと思う。結構ゾンビが結構ね、こっから先出てくるんで、意外と役に立ちます。でも、まあまあまあ、入れなくても全然いいかな。で、この分かれ道ですけども、俺のおすすめは、上の方に行った方がいいです。俺のおすすめはこっち。行け!しゃ、行け!で、ネクロは、鬱陶しいので、とにかく先に倒すようにしましょう。で、このね、新しい槍使いの役、こいつもね、結構 HP 高いので、注意しましょうね。ちょっと待って、ゴーレムこっちおいで。おし。しゃ。いけ。もうとにかくゴーレムをよく使って倒してあげようね。あと1体ネクロマンサーがいます。で、そこで、またね、ゴーレムと、愛のメダル、そしてエンチャンターの書を使って、倒していきたいので、ある程度回復するまで待ちましょう。OK かな。このね、罠を使って倒そうとも思うんだけども、それよりも、ゴーレムとかを使って一気に、押せ押せで行った方が早かったので、そっちの方を俺はおすすめしますね。あんまり上に行くとあいつが出るよ。よし、こいつを倒すとあと残りはネクロマンサー1体だけかな。 OK、 行くぞ。あれ、いない、罠で死んだ。そんなあ、あと一体いるのよ。でもおそらく、トゲの罠で死んでます。うん。まあ、あいつがいた場合は、召喚してきたやつに、すぐ愛のメダルを使って、で、ゴーレムとエンチャンターの書で突っ込みましょう。すぐ倒せます。うん、それがないと、ほんとなかなか倒せないので、注意してくださいね。次。ここは何もいりません。いくぞ。ここもね、難しいです。でも基本的に愛のメダルとゴーレム。もうそれのセットだね。愛のメダルとゴーレム、エンチャンターの書。それのセットで、押せ押せでいきましょう。いいよ。で、あまり前には出ないように。ね。ゴーレムの HP も
そろそろきつくなってくるんで、パワーが足りなくてね。OK。で、危なくなったら、後ろに下がる。あまり前に出ない。ね。で、愛のメダルと、ゴーレム回復するまでしっかりと待つ。うん。もう急ぎすぎないってことが本当に大事。本当大事です。これ来るなよ。ネクロ来るか。まあ、ネクロ来たところで大丈夫だけどね。あ、やべえやべえ、危ねえ、行くぞ。ここで、OK。ポーションバリアが超役に立つ。うん、ポーションバリア結構早めに出すようにしてくださいね。早めに出さないと、ちょっと辛いので。OK, OK, OK, OK! で、ここでまた待ちます。うん。もう敵が本当に多くなってくるんで、無茶をすると本当やられますんで、気をつけていきましょう。いけ！で、ゴーレムもそろそろ回復するか？ポーションバリアとゴーレム一緒に突っ込みます。いけ！行くぞ！で、弓を使っていくっていう選択もあるけど、ここで使うのもまだもったいない。まあ、矢がね、とにかくいっぱい出て、余ってますって言うならば、いいけども、この100ちょっとぐらいだったら、ちょっと辛いかもしれない。うん。なんで、できるだけ矢は、保存しながら行きましょう。OK! ここ当たらないようにね。あの、罠に当たると即死するんで、注意してください。まあ、とにかく、焦らず、前に出すぎないように、言ってください。はい。ということで、15回の報酬、変えます。狩人のアーマー、変えちゃいましょう。狩人のアーマーで、クールダウンをつけると、愛のメダル、そして、エンチャンターの書なんかが、結構な感じで使えるので、カリウドのアーマーに変えちゃってください。はい、ということで、今日は11回から15回まで攻略していきました。ここらぐらいがね、結構難しいので、まあ、とにかく焦らないように、危なくなったら後ろに下がって休憩する。それで確実にクリアしていきましょう。ということで、次は16回から20回までやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。